たたたたたたた、やばい。え、ユラとその視聴者が参加しました。挨拶しましょう。これレイド？ユラ？え、これ YouTube にあるレイド機能じゃないの？ Oh my god! Thank you, ユラ！え、初めて見た！これさ、YouTube のレイドってさ、すごい怖いシステムでさ、みんな知ってる？レイドって、自分のところの配信が終わったら、自分のところにいる視聴者をそのまんま自分のお友達のところに勝手に自動で送り込むシステムなんですよ。で、ツイッチには昔からあるシステムなんですよ。だから勝手にそのゆらちゃんの配信をぼーって見てた人は気づいたら、あ、なんか知らねえ女が、肩焼けた女が映ってるぞって今なってるんですよ。おっていう。これね、結構怖いシステムで実はみんな知ってる。ツイッチは別に誰にでもレイドできるんですよ。もう知らん人にでも勝手に、これ見てこいよ、パーンってレイドできるんですけど、YouTube って確か、これお互いが、お互いのチャンネルを登録してないと、できないのよ。だから、私たち友達です、仲良しとか言いながら、相手のチャンネル登録してないと、できないの。やっぱさ、友達とか言ってるけど、実はね、相手の登録者1でも増やしたくないから、絶対に私はあいつのチャンネルは登録しないから、みたいな、性格の悪い女とかがいたら、相手のチャンネル登録してないからできないの、レイドが。だから、レイドしてたら本当の友達だよ。そういうわけでもないけどね。うん、怖いよね。そう、あれ送れないけどってなったら、登録してんの私だけなんだ。バレる。うん、バレる。バレます。あってなります。あぶり出しシステムなんです、実は。そう。だから、お互い登録してるかどうかを確かめられちゃうのよ。片方も。っていう風にね、思って、このレイド怖えなって私思ってたんですよね。うん。知らなくてよかったことを知ってしまった。なんでそんなに詳しいんですか？え、だって、IC 社側はレイドしようっていう風にできるから。私は、いろんな人チャンネル登録してますよ。私、いろんなもう勝手にもう数え切れないぐらいチャンネル登録してるんですけども、今回レイドしようと思って、しようとしても、出てこないみたいになったら、この子は防いでる、この子はしてないんだ。っていうのが分かっちゃうから。だからで、昨日で、皆さんはね、ゲームの中で私にね、お金を払ってね、指名料を、プレゼント代をドンキホーテで買って、で、いろいろとね、していただくので、今のうちにお金貯めといてください。私、キャバ嬢として出るんで、お金を払っていただかないと困るんで、ぜひ、今ちょうどプレゼント募集してるんだよ。プレゼントとか、お手紙とか、実は私、来月誕生日なんで、募集してる期間なんです。もしよかったらおめでとうを直接伝えたい、お手紙で伝えたいっていう方がいたら、私お手紙無限にやる気が上がるんで、ぜひ送ってください。すごい痩せましたよね。いや、私もともと太ってないの。そもそも太ってないのよ。私一回も太ったことないの。デブに見える角度で写真を撮られてるの。誰だってさ、この角度で撮られたらさ、デブに見えるじゃん。 この角度で撮られたらさ、そりゃデブに見えるじゃない。だからこれで撮られてるのね。でも私グランプリだから。